はい、こちら、ライアーゲームとベーズ推論についての補足の動画になります。補足ですので、先ほどの動画を見てない方は、そちらを先にご覧になってからこっちを、こちらを見るようにしてください。ちょっと、ギャンブラーの誤尾についてもお話があったので、えー、そこに絡めてお話ししたいと思います。先ほど、えー、とライアーゲームの解説者が、秋山さんのトリックについて解説するシーンを紹介しました。 そこの解説が非常にベーズ的だよっていう話だったんですね。で、そのベーズ推論の前置きとして、ギャンブラーの語尾について話が出てきます。でこれもあのベーズを説明するのに非常に便利なので、短い動画で説明したいと思います。はい。えー、こんな問題ですね。コイントスで賭けをして10回連続を表が出ました。あなたは次に何をかけますか ギャンブラーの語尾だと裏にかけるっていう人もいるんですけれども、えー、皆さんはどう思いますでしょうか、えー、統計学的に正しく言うと、えー、思考はお互いに独立なので、えー、お10回出たからといって、えー、次が表か裏かはまた0.5%ので分からないと答えるのが正解ですただしこう直感的にベージ的に考えると 表が10回連続出るってことはコイン自体が歪んでるんじゃないかまさかあとはイカサマしてるんじゃないかっていうような可能性が浮かんでくるんですねだったら次にも表が出るっていうふうに考えるのもありだと思いますで、なんでこういうふうに考えるのかっていうのを先ほど紹介した誘導ですねを使って考えると分かりやすいという話ですユードというのはこういうこれでしたね ライクリフトですねあのこういうふうに書くと難しいし、誘導って呼ぶと難しいけれども、こう考えるとそんな難しくないというような例ですけれども、ある仮説があったときに、そのドデータが出てくる確率のことを誘導と呼びます。では仮説1として、いかさまでない純正のコインを考えましょう。つまり、表が出る確率は0.5です。これを考えると、誘導はデータというのは表が10回出たので、 えー、表が10回出た、で、えー、その元のなる仮説は0.5だと、0.5の10乗なので、0.00097なので、まあ、ぶっちゃけありえないということになるわけですね。ここで、まあ、我々がこの10回出るということに疑念を持つというのは、ここから来ているわけですね。だったら、まあ、その対抗仮説として、表が出る確率は0.9ぐらいなんじゃないと考えるのが、人間として自然なのではないでしょうか。 すると,、えー、と、同じように誘導をか、えー、か計算しますと、えー、仮説2のもとで、えー、表が10回出る確率というのは0.9の10乗ですから0.384、348。なので、かなり高くなりますね。で、仮説1と仮説2のベーズファクターを計算すると358以上なので、まあ、仮説2の方が現状の説明として、 あの仮説1よりもより納得できるものだということがこう数値的に出るわけですねで。もしこの仮説2が正しいのであれば、まあ、表が出る確率が0.9なんだから次も表にかけた方がいいよねというふうになるわけです。ただしここで私あの対抗仮説として表イコール0.9としましたが0.8だっていいわけで0.95でもいいわけですよね。で実際のところこの表が出る真の確率 というものを一点に定める必要はないんですよね。頻度主義ではここを一点に定めます。はい。だけども、自然な考えでいくと0.9もあり得るし0.8もあり得るし0.95もあり得ると。だけれども0.9とした方が0.5としたよりもあり得るわけですよね。だからそれぞれの仮説0.5から0.6、0.7、0.8、こういろいろな、えー、と仮説を 全て考慮して、それ,のそれぞれの仮説のありえさというものを確率分布として捉える方が自然なわけですね。まあ、ちょっと難しく言うと、真の値は分からないというのは当たり前なので、確率を使ってその分からなさ、確率というのはさっきの誘導ですね、を使って分からなさを表現したらいいじゃないというのがまあベーズの根底にあるのかなと。しかし、極論を言うとですね、 あれですね、表イコール1というふうにするのがベストなわけですよね。表イコール1だったら10回出るのは確実に10回出るので誘導は最大になります。ただし、まあ、そんなコインを使って賭けをするのかという疑念も上がるわけですよね。まあ、表イコール1でのコインを使って賭けはしないだろうというような、または表イコール0.9でも高すぎるだろうと、そういうふうな考えも取り込めるわけですね。 でこういうような疑念というか、こう前もって考えていること、これを事前確率と呼ぶわけですね。で、この事前確率と先ほどのデータを両方加味して考えることができるので、やっぱりベースっていうのは便利だねという話でした。